ハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日は大阪城に来てます。こんな感じで、なんか小さい子がめっちゃ泣いてますが、結構人はいる感じですね。まあ、僕大阪城よく来るんですけど、今日は皆さんに紹介していきたいなと思います。よかったら皆さん、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それでは行きます。はい、こちらね、大阪城、もうすげえそびえ立っておりますね。で、これすごいね、周りに石とかいっぱいあるんですよね。これ何でなのか分かんないんですが、やっぱり風流じゃないですか。その日本のさ、なんかそのね、良さみたいな、こういう風景とかいいんじゃないですか。この木とかもなんか手入れされててめっちゃいい感じで、ちなみにこれ大阪城の上ね、登ろうと思ったらこれ天守閣入り口ということでね、お金かかるみたいなんですが、多分500円とかで行けると思うんですよ。まあ、あの名探偵コナンのね、あの虎の巻とか竜の巻とかの殺人事件が起きたあの天守閣です。こんな感じになってますね。なんかたくさんの方がおられます。まあ、ちなみに僕1回だけ行ったことあるんですよ。ここなかなかいい景色だったなっていうふうに思ってます。こんな感じです。これ大阪城の周りなんですが、すごいねビルがたくさん。ちなみに目の前にあるのが、あれ確かね、大阪府警の警察署とかもあるんですよ。すごいね。はい、こんな感じでこれ堀の周りすごいいい景色ですね。なんかね、すごいですね。こんな感じでちょっとね、これ城壁はねカーブしてるんですよ。いい感じです。まあ、さすがね、天下統一した豊臣秀吉ということで、めっちゃすごい感じです。こんな感じで結構なんかすごくね、人もそれなりにいて、観光客にもっとやってほしいなっていう感じです。そしてね、なんか未来座っていうなんか建物がありますね。忍者とかレストランとかあるみたいです。普通にそういうことよくたくさんあるので、タリーズとかいいよね。ぜひ皆さん大阪城を堪能しながらね、くつろいでみてください。もうちょっと外行きましょうか。お、そしてこれがね、門ですね。なんかめっちゃでかい門だこれ。なんかこれ戦国武将とかに普通に出てきそうですね。おお、そしてこれすげえ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 。今ちょっとね、ここには水がないんですが、なんか草木がいっぱい茂ってますね。こちら大阪城の門ですね。すんげえな。で、なんかここもなんかお寺がある。いい感じです。おー、この門めっちゃでかいな。で、こちらもなんか門がありますね。で、外に行くとこんな感じで、かなり綺麗ですね。めっちゃ綺麗。こんな感じでかなりね、太陽が綺麗です。一度皆さん来てみてください。そしてこれ見てください。大阪府警本部ということでね、コナンの世界でしょ。やばくね、これ大阪って本部ですよ。あのもうね、日本で一番治安の悪いと言われてる大阪をね、この治安を守るスーパーすごい、すごいね。はい、そしてね、こちら見てください。これ NHK ということでね、これむしろ NHK なんですよ。めっちゃいいと思うの。いや、もうね、正直ね、時代遅れたもありますけどね、 NHK っていうのはあのテレビを見ない人から受信料を徴収してやってますからね。これで、大体もんですけど、下遅れ感もあるんじゃないでしょうか。そういう感じです。はい、ちょっとね、NHK の中に入ってきましたけど、なんかめっちゃいい感じ。なんかすごいね、いい感じ。ポスターとかもあっていいっすね。ということで、ぜひね、皆さん一度大阪城遊びに来てみてください。お待ちしております。あとね、私 Twitter、Instagram、TikTok もやってるんで、動画下概要欄リンクありますので、よかったらねフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひ。ではバイ。